ウニッチ、今週のテーマは三陸防災復興プロジェクト2019、6月1日土曜日、いよいよ開幕。三陸防災復興プロジェクト2019が6月1日、いよいよ開幕します。東日本大震災津波の記憶と教訓を伝えるシンポジウム、三陸ならではの食やお祭り、三陸ジオパーク、三陸鉄道を利用した企画列車など22の事業が68日間にわたり開催されます。まずはご支援に感謝の意を示すためにもですね、まずは今のこの復興の今と現状というものをしっかりと発信してまいりたいというふうに思ってまして、このイベントを通じてですね、三陸の魅力もまたより一層アピールできるものだというふうに思っておりますから、県内でも連携を図って岩手の総合力で魅力発信に努めていきたいと思ってます。開幕日となる6月1日に釜石市で行われるオープニングセレモニーでは、復興の取り組みの報告などに加えて矢上純子さんのトーク&ライブも行われます。三陸音楽祭2019では指揮者の佐渡豊さんとスーパーキッズオーケストラによるコンサートや音楽クリニックが大船渡市をはじめ7つの会場で行われます。三陸文化芸術祭2019では小林武史さんが音楽を担当する4次元の賢治完結編が7月13日に釜石市で上演されます。会期最終日の8月7日にはクロージングセレモニーが陸前高田市で行われ、音楽家の坂本龍一さんと東北ユースオーケストラの弦楽四重奏によるコンサートなどが行われます。開催内容の詳細については専用ホームページや沿岸18カ所に設置されたリンク三陸情報ステーションでご確認ください。三陸防災復興プロジェクト2019は皆様のご来場をお待ちしています。岩手湾国広報室、次回お楽しみに。